ですが、1週間で112万人も患者が増えるという異常な事態に今なっております。インフルエンザの猛威はいつまで続くんでしょうか。今日はスタジオに毎日都内で診療に当たっていらっしゃる有明子どもクリニックの細部裕子院長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。爆発的に増えているわけですが、はい、病院にいらっしゃる患者さんたちの特徴的なことというのはありますか？そうですね、まずお熱、お子さんですとお熱が出ました、幼稚園でインフルエンザが流行ってます、学級閉鎖になってますというふうなことを言われて来られますし、はい、成人の方ですと熱があるということ、あと体の節々が痛い、体がだるいということでいらっしゃいます。なるほど、はい、で実を言いますとこの統計開始以降、はい、数字がこんなに増えているというんですが、この A 型 B 型のこうグラフが重なっているんですが、先生これちょっと説明していただけますか。1月 の、 あの数が少ないようですが、 これはまだあの統計が上がっていないということで、ここですね、はい、ここまだ入ってないんですよね。そうですね、実際はですね、あの12月ぐらいからインフルエンザどんどん出てきました。で例年ですと A 型のインフルエンザがほとんどで、 B 型が出てくるのは3月くらいになってからなんですけど、はい、今年に関して言いますと B 型の患者さんが非常に多いんですね。で現在もやっぱりあのこの数よりもっと多い数が来てらっしゃいますけれども、あの A と B ですと B が半分強ぐらいな印象を受けます。 B 型の患者さんの方が多いわけです。多い感じがします。はい、これね本当にあの今ここすっぽり開いてますけど、これ当然こういうような数字にあのグラフになってきてるはずですよね、はい。で今 A 型 B 型というお話でしたが、それぞれの特徴です、A 型倦怠感、咳、喉の痛み、高熱、 B 型基本的には A 型と同じなんですが、高熱が、まあ、出ないという点、それから消化器系の不調というケースもあるというこの特徴がちょっと違うわけですね。そうですね、あの熱が比較的7度台であったり、特に成人の方ですと7度2、3分っていう方でもあのインフルエンザが陽性になってきます。で今日もいらっしゃった30代くらいの男の方で、あの昨日から熱と下痢と嘔吐ということで胃腸炎かと思いましたら、はい、検査しましたらやはり B 型のインフルエンザでした。なるほど、はい、実は竹内さんもね、そう先週かかって今日から復活してきたんですけど、何型だったの？私は B 型、今年は B 型で、実は去年もインフルエンザになったんですが、去年は A 型だったんですね。そうなんだ。今年 B 型だったので、去年と比べたら確かに熱は最高で39度ぐらい、そこまで上がらなかったかなと。 A 型の時は42度ぐらいまで上がったんですけども、まあそういう違いはあるなと思います。あの A 型 B 型1年おきにっていう話ですけど、 B 型に今年かかったらもうそれでインフルエンザってかからないのかな？いや、とんでもないですね。あの A 型にかかって B 型にかかる方もあのかなりいらっしゃいます。じゃあ私 B 型もかかりましたけど、まだ今年、はい、A 型になったり B 型になったり可能性十分あります。はあ、現に今日あの来られたお子さんでですね、12月27日に A 型のインフルエンザになりまして、はい、インフルエンザの薬飲んで良くなったんですけど、今日またお熱で来られまして B 型でした。はい、あ、今度は B 型、はい、そういうことがあるんですかね。はいはい、でこの成人、子どもさん、お年寄り、この年代別によってですね、症状と注意する点が違うということを先生指摘してくださるんですが、まず成人の場合は、まあ、熱、今の話ちょうど竹内さんこれに該当するような熱が出たんですよ ね、はい、ね、子どもさんの場合は重症化が早いと、でインフルエンザ脳症という危険性もあるという、このインフルエンザ脳症はどういうことなのか教えていただけますか。まあ、インフルエンザのウイルスはあの、まあ、脳に、まあ、刺激を与えるのか、あの高熱っていうことで例えば救急車で来院された患者さんで意識状態がおかしかったりとか痙攣が止まらないで、調べてからインフルエンザだったっていうこともあります。はい、比較的年長のお子さんで多いような印象を受けます。なるほど。それと高齢者の方はですね、高熱が出にくい傾向もある。それから肺炎や気管支炎の合併症、これはもともとこういうあの病気でいらっしゃってそこにインフルエンザにかかるということになると、はいはい、こちらがあの相当重くなるという可能性があるわけですね。はいはい、もちろんありますし、インフルエンザにかかった後傷ついた線毛にですね、あの肺炎球
菌などが感染しまして、インフルエンザ感染後の肺炎ということも十分あると思います。なるほど、はい、それともう一点伺いたいのはですね、よくかかった場合には5日間休みなさいということをよく言われるんですけど、はい、それってどこを基準にスタートで5日間って考えればいいんでしょうか。はい、まずこの2つのパターンに分けて説明いたします。はい、1番の方ですけれども、お熱が出た日を0日目としていただきまして、はい、5日間外出はできません。人にうつす可能性があります。熱が下がっていても5日間休んでください。で、2例目ですけれども、お熱が出た日を0日目としまして、熱が3日4日下がらなかった場合でも、5日間経っていても熱下がってから丸2日は外出できませんということを守っていただきたいんですね。なおかつ未就学児の場合は熱が下がってから丸3日休んでいただいています。熱が下がってから3日休んで、はい、外に出る、はい、そういうことなんですね。はい、竹内さんもだから、はい、月曜日に熱が出たんですね。そうですね。で、火、水、木、金、土、日、月と、で今日から、まあ、外出ができるようになったということですね。はい、これ先生、今年の冬、はい、いつ頃収束するんでしょうか。インフルエンザは低温と乾燥で増殖しますので、気温が上がってですね、で雨も降って湿気ができてきましたら収束していくと思っておりますけれども、はあ、はい、もうちょっと時間かかりますね。そうですね、もうしばらくかかりますね。大谷さんどう。今年ワクチンの、ね、供給遅れが、はい、このゼロドス言ってましたよね。1回の接種でとどめてほしいとか、大人の方はね、はい、これ影響してたんですか。ワクチンが少し打つのが遅れたことは、まあ、十分影響していると思います。はい、まだまだこのインフルエンザの猛威は続くようです。そして B 型にかかってもそれから A 型にかかる場合もある、あるいは逆もあるわけですね。決して油断して、はいけないということだと思います。先生ありがとうございました。ありがとうございました。